にちは、日向ストアバイヤーの萌です。今回は4月売上ランキングトップ10を紹介したいと思います。では早速行ってみましょう。第10位はレイズモアゴーストバンド M サイズです。これどんな時に使うんですか？これ UL が流行ってると思うんですけれども、クッカーだったりペットボトルの周りにつけられる耐熱蓄光バンドなんですね。UL キャンパーさんってとにかく荷物を減らしたい方が多いと思ってて、持ち手があるとやっぱちょっと邪魔、その持ち手さえもなくして軽量で持ってきたいって言った方が多いんですよ。そんな方がじゃあ実際調理をした時にカップを持とうと思っても取っ手がないんで、熱すぎて素手じゃ持てないんですね。そんな時にこのバンドをつけておけば耐熱なんで、熱々のクッカーをそのまま素手で持つことできますし、クッカーにつけて収納ができるので邪魔にならない。あと蓄光なんで夜光るので、なんか物をなくしづらいっていうところもメリットになってます。これ持っておくとめちゃくちゃ便利ですね。日向ストア S サイズ、M サイズ、L サイズ3種類展開あるんですけれども、特にストアでは M サイズが人気です。バンドに何か書いてるんですけど、これは何て書いてるんですか？お、よく聞きました。バンドにはですね、Keep the best and get ride of the east、 合ってるか分かんないけれども、日本語訳にすると、一番大事なものだけを残し、それ以外はそぎ落とすという意味。あくまでもさりげなく刻まれてるっていう感じも結構僕的にはポイント高いです。第9位は福禅ステンレス製キャンプ用ペグ内刀20センチです。これ何ですか？これキャンプで使うペグなんですよ。ペグ？刀みたいですね。そうなんですね、刀をイメージしたペグになってまして、結構見た目がスタイリッシュ、丸っこくないので他にはない形状になってます。で、このペグのポイントなんですけれども、見た目結構カクカクして見えると思うんですが、周りを面取り、こう角っこを作らない丸っこく作る対応しているので、ロープを引っ掛けた時に切れる心配もなく、他のペグと収納するとき重ねて持ち運びができるのがポイントなんです。コンパクトにこういう風な感じで収納できるので、私はこんなところが好きなポイントです。打った感じはどんな感じなんですか？これほんとびっくりするぐらいぐん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 地面に打ちつけることができるんですね。硬い地面とかでもほんとしっかり刺さってくれます。ただちょっとデメリットとしては、柔らかい地面とかだと抜けやすくなるところがちょっとデメリットかなと。第8位はアイアンショップのフェザーパンです。これ何ですか？これシェラカップの上に乗る小さなフライパンなんですよ。これが小さなフライパンなんですね。ソロキャンパーにすごい人気の商品でして、物もちっちゃいので UL だったり、あとはブッシュクラフトする方から支持がされています。例えばお肉を焼くとか、野菜を焼く、ソーセージを焼くみたいな簡単な調理にはすごい向いているキャンプギアなんです。見た目もめちゃくちゃかっこいいですね。そうなんですよ、この武骨感がもうキャンパー心をくすぐる見た目になってまして、取っ手が折りたたみ式なので、収納時困らないですし、作りが火をかけるときに取っ手にも熱が伝わりにくい仕様になっているので、そのまま調理できるっていうのも好まれるポイントです。これ職人さんが全て手打ちで打ってまして、厚さ1ミリですね。最後には特殊器具で細かくこう打つことによって、よく見ると表面に微細な凸凹ができているので、油が染み込みやすく焦げにくい仕様になっています。日向ストアでもすごい人気で、再入荷するとすぐ売れ切れちゃう大人気商品なんです。第7位はフォレストアイランドのサケシェードブラックです。これシェードなんですか？これシェードなんですよ。私も大好きなシェードでして、4面にですね、酒、泡、飲む、酔うと、もうとにかくお酒好きにはたまらない文字がプリントされているシェードなんです。本当に人気の商品でして、日向ストアではステンレス製とこのブラック、あと真鍮の3種類販売してるんですけれども、特に人気なのがこのブラック。理由はあったりするんですか？ボールゼロ、レッドレンザー、ミニマライトが付けられるんですけれども、レッドレンザー赤く光るときに赤ちょうちんにすることが多いんですね。その時黒だとより赤が映えるっていうのも人気なポイントかなと思います。インスタグラムで見ると皆さん
外もそうなんですけど、お家でも使ってる方多くて、家飲みの時にこれにレッドレンズ入れて赤ちょうちんにテーブルに置いて飾ってる方もよくいらっしゃいます。これさえあれば居酒屋気分できるので、本当に酒飲みには絶対買っていただきたい。第6位はタグのシーナリーテーブルトップです。これ何ですか？これヘリノックスのタクティカルテーブル M の足につけられる天板なんです。ヘリノックスの足に？そうなんですよ。ただのサイドテーブルだったタクティカルテーブルの M を天板を変えることによって調理用の天板に変えられるかっこいいアイテムなんですね。意外とヘリノックスのテーブルの天板っていろんなブランドさんから出てるかなと思うんですけど、ステンレスでできているっていうのはちょっと珍しいかなと思います。また真ん中のところにフラットバーナーが置ける仕様になっているので、サイドテーブルだけではなく調理用のメインのテーブルとして使うこともできます。いろいろカスタムできるみたいな、すごくいいですね。その通りなんです。カスタムができるのがすごい強みでして、それこそフラットバーナーを置いた時に余った天板は足のところにフックで引っ掛けることによって2段のラックみたいな感じで使うこともできます。1個で購入される方ももちろん多いんですけれども、この天板を重ねて連結して2個の大きなテーブルとして使う方も多くて、日向ストアでは2個買いする方が多く、今回もランキングの上位に入ってきています。第5位はサンパチエクスプローラーのみやびです。これはキャンパーなら知ってる人が多いみやびですね。そうなんですよ。まあ割と皆さん1個は持ってるじゃないかなっていうほど人気の LED ライトなんですけど、よくある小型の LED ライト眩しいって時ないですか？みやびだったらボタンを1個押すと小さな光、2個目で大きな光になるので、つけた時の眩しいっていう感覚があんまないんですね。優しい光でキャンプサイトを照らしてくれるんです。充電タイプがタイプ C になっているので充電しやすかったり、一番明るいタイのタイプでも最長9時間使えるところが人気のポイントです。カスタムパーツとかもやっぱり結構多く販売されてるんですか？例えばこの上につけられるフックだったり、あとはスタンドだったり、まあ2個のスタンドだったり、シンプルなシングルスタンドだったり、いろんなパーツが発売されているのも人気のポイントです。第4位は日向オリジナルギア第1弾の焚き火台用ブラシがランクインしました。4位にランクインしましたね。そうなんですよ。本当に嬉しいです。オリジナルギア第1弾なんですけれども、今までありそうでなかった焚き火台用専用のブラシなんですね。焚き火台って水に濡らして洗うことがやっぱできないですし、なかなか掃除ができにくいギアかなと思うんですけれども、このブラシさえあればサササッと隙間も綺麗に掃除することができるんです。また形状が鉛筆みたいな形になっているので、お持ちの焚き火台に合わせてカッティングしたりしてオリジナルのブラシを作ることもできるんです。家の中とかでも使えたりするんですか？もちろんです。焚き火台専用とは言ってるんですけれども、いろんなシーンで使うことができまして、窓際の溝の部分だったり、食べたお菓子のカス、消しゴムカスとかも掃除することができます。また外でも活躍することができて、台車のタイヤだったり、車に乗せた時についた泥だったり葉っぱを履くこともできます。1台あればいろんなシーンで使うことができるので、いろんなキャンパーさんから支持されて今回4位にランクインしました。また焚き火台用ブラシの開発秘話に関しては、開発したヒデさんと YouTube の方でも紹介しているので、気になる方はそっちもチェックしてください。第3位はタックホースのシャークボムキーです。これ何ですか？これ実は自分が持っている鍵を収納できるキーケースなんですよ。前に人気だったシャークボムナイフはサメの形をしたナイフでして、ナイフじゃなくて自分が持っている家の鍵だったり、車の鍵、バイクの鍵を収納できるようにカスタムしたものが今回発売されたシャークボムキーなんです。どんな人に人気なんですか？もともとあったシャークボムナイフがお子さんから人気が高かったらしく、イベントとかに出るとこのサメかわいい、欲しいっていう声が多かったらしいんですね。ただ中がナイフになってるとお子さんの持つにはやっぱちょっと怖いから、親もなかなか買ってもらえないみたいなことがあったんですけれども、今回のタイプだったら
子供がお家の鍵を収納して、例えばランドセルとかに挟んで持ち歩くこととかもできるので、子供でも持っていただきやすいように開発されました。ただ実際は、お子さんはもちろんなんですけれども、バイク乗りの方、あと車のキーを収納する方からすごい人気が高くて、インスタグラムで見ると、バイクにキーを挿しているお写真が結構挙げられてます。第2話、ひなたオリジナルギア第2弾のアウトドアトラッシュバッグがランクインしました。ひなたのオリジナルが第2位にランクインしましたね。ありがとうございます。オリジナルとしてどんなところにこだわってるんですか？その名前、アウトドアトラッシュバッグと言いまして、ゴミ箱なんですね。キャンプでゴミ箱って言ったら皆さんどんなものを使ってますか？あまりかっこいいものがなくて、そのまま袋をゴミ箱として使ってる方が多いかなと思うんですけれども、これおしゃれなデザインで機能性も高いゴミ箱として使えるんです。中がマジックテープで止まってて、こんな感じ、広げると45リットルのゴミ袋が2枚つけることができるんですね。また中でパチッと止めるところができるので、45リットルのゴミ袋を2つパチパチと止めてゴミを分別することができるんです。また底の部分のマチが広いので自立することもできますし、下の部分にループがついているので、ここの部分にペグを打っておけば風などで飛ばされる心配がありません。すごい高機能なトラッシュバッグでして、最近キャンプ場でゴミを捨てられず持ち帰りの場所も多いんじゃないかなと思うんですけども、ゴミをくるくるくると圧縮してパチッと金具を止めればコンパクトにゴミを持ち帰ることができるんです。車の中に入れても匂いはそんなに気にならない？実際ゴミを入れて車で持ち帰ったんですけども、全然気にならなかったですよ。他に使い道とかってあるんですか？ただのゴミ箱だけじゃなく、いろんなシーンで活用することができまして、洗濯物を入れて持って帰ることとかもできます。シュラフ、冬用のシュラフとかだと、袋に収納するのが嫌いって方も多いと思うんですけれども、これだったらそのまま家族分のシュラフを入れて、ぐるぐるぐるっと圧縮すれば、コンパクトに寝袋を持って帰ることもできるんです。これからの季節、プールだったり、いろんなシーンでも使える、本当に便利なトラッシュバッグなんですね。また使わないときはこんな風に折りたたんでバクルを埋めることでコンパクトに収納できます。堂々の第1位は H7 プロジェクトのアイロンストーブです。かっこいいですね。そしてアンティーク感ありますね。無骨なフォルムに必要なものだけを残したシンプルなデザイン、またアンティーク感があって重量のあるかっこいいアイロンストーブなんですね。アンティークのアイロンストーブってだいたい相場が5万円以上のものが多いんですけれども、これ本体と収納ケース付きで税込み3万4千とお値段もお手頃なところが大変人気な理由です。横幅が広く作られてて耐熱ガラスを採用しています。炎の揺らめきがパッと綺麗に見えるので、本当にそれこそ暖を取るだったり調理をするなどもいいんですけれども、ただ火を見ているっていうのにも最適なアイテムなんです。ひなたストアでは初回分はたった2日で完売した大人気商品でして、今は予約販売を受け付けている大人気商品になっています。はい、今回は4月売上ランキングトップ10を紹介しました。気になるギアがあった方は概要欄に詳細を記載しているので、ぜひチェックしてみてください。またひなたストアでは新しいギアをどんどん販売しています。5月はどんなギアがランクインするか楽しみですね。またぜひチェックしてください。またねー。ありがとうございました。